おはようございます。テクニカルアナリストの森口でございます。今日もテクニカル分析やっていきます。よろしくお願いいたします。今日は5月の31日火曜日でございます。お題はこちら。日本株も出た上昇サインの次の見方徹底解説ということで話をさせてください。昨日ね、日経平均とトピックスが大幅上昇しましたので、ある上昇サインが出ております。これを受けた上で次にじゃあ何見ていけばいいのという話をさせてください。で、ボリンジャーバンドと RSI を使いまして、今日もボリンジャーバンドの解説なんですけども、それを複合的にちょっと RSI に変えて見ていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いします。ということで、このチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた上でのチャート分析、必ず毎朝7時目標で更新していきます。皆さんと一緒に株を考えていくチャンネルです。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では早速日本株の終値から確認していきましょう。まずは日経平均株価ですけども 2.19% 587円、結構大きく上昇しましたね。2万7000を一気に超えてきたという感じです。トピックス 1.86%、 マザーズ 4.98%、 こちらも大きく上昇しております。日経平均値上がり銘柄数非常に多く、グロース株中心に上がっています。一方でバリュー株、あとは海運株、こういったところには少し売りが出ております。コロナの新規感染者数です。昨日は1万2200人ですね。その前の日が2万人だったのでだいぶ減ってますけども、これは月曜日ということで少なめに出ております。アメリカ市場ですけども、こちら金曜日の終値になってます。休場でしたということですね。これを受けて日本株が上昇していたということです。じゃあ欧州市場どうかなというところで見ると、小幅に上がっているんじゃないかなと思います。為替コミュニティ見ておきましょう。日経先物、さすがに昨日大きく上昇したのでっていうところもあるんですが、小幅な、今のところはマイナスになってます。ざらばしっかりと見ていきましょう。為替ドル円ですが、127円53銭。少し円安に動いてますかね。原油が117。これがちょっと上がってますよね。少し心配です。PIX26.54、 だいぶ落ち着いてまいりました。10年債これも落ち着いてますよね。そしてラッセルソックスも上がっていたということで、昨日も上がっているということになってます。ついにマザーズもね、大きく上昇したって感じですね。で、今朝の暗号資産ですけども、こちら大きく上昇してますね。なんでまあ徐々にですけども、リスクオンの雰囲気はあるんじゃないかなというふうに思います。では見ていきましょう。日経平均とトピックス上昇サインとは、次に確認するとは何かということなんですけども、まずこの2つ出たもの何かというと、ボリンジャーバンドのプラス2シグマを超えてきましたよ。これトレーディングビューで出しております。で、エドピックスにも同様のサインが出ているということですので、ボリンジャーバンドについて今日は軽く解説を入れていきたいなというふうに思います。自分の確認も踏まえております。まずボリンジャーバンドですけども、移動平均線と上下3本の線で表されるオシレーター系のテクニカル指標。上下3本の線は過去の値動きから計算した標準偏差を表したもの。中心の移動平均線から近い順に1シグマ、2シグマ、3シグマと呼ぶよということですね。で、ここでちょっと疑問に感じていただきたいんですが、3本あれ1000本ないじゃないっていうね。これちょっと後ほど解説を整理させてください。で、バンドの向きや大きさが変わるのが特徴であるということですね。これも後ほど詳しくやっていきますけども、広いバンド幅の時と狭いバンド幅の時があるよということですね。これボラティリティを表してるんです。ボラティリティ高い時広がって、で、縮まってくる。この辺ずっとね、横ばい圏ですよね。縮まってきてたみたいな感じです。で、考案者はジョン・ A ・ボリンジャーさんという方で、一般的には逆張りに分類されることが多いが、この開発者本人はですね、順張りに使用しているということで、これが順張りトレンド発生のサインじゃないかなんていうふうに言われてるんですね。まあここではひとまず移動平均線が中心にあって、でプラス2シグマ3シグマみたいな感じの標準偏差を出している。なんかイメージで言うと株価の偏差値を出すみたいな感じなんですね。まあそれぜひ押さえておいてください。で、3本ということで、これ楽天証券のマーケットスピードで出してみると3本になるんですね。もうちょっと拡大してみましょうか。こんな感じです。真ん中が移動平均線、プラス1シグマ2シグマ3シグマで、マイナス1シグマ、2シグマ、3シグマみたいな感じで見ていきます。で、2シグマ超えたよというところを見ていくんですね。で、この元になっているのが何かっていうとですね、これです。正規分布図と呼ばれるものですね。まあ、標準偏差を見ていくときによく用いられるもので、まあ、いわゆる僕らもね、受験の時の偏差値とかにもこんな感じがあったんじゃないかなと。偏差値50、60ぐらいが真ん中、一番多いところにあって、みたいな。で、マイナスに触れてた時にね、こうだんだん少なくなっていくよねっていう形です。で、これ何を見ているかっていうとですね、要は移動平均線を中心に置き、1シグマとマイナス1シグマの間に収まる確率、株価が収まる確率っていうのがそれぞれ 34.1%、 合計で 68.2% はだいたいこの1シグマ2シグマの間に収まるよねっていうね、正規分布になっています。で、それが2シグマまで広がってくると、2シグマからマイナス2シグマの間に収まる確率っていうのは 95.4% なんですね。まあほぼほぼここに収まってしまうということです。で、あとはもう
3シグマ、3シグマになると 99% ぐらいまで、これが増えてくるということですから、まあ、よっぽどのことがない限りは2シグマ超えないし、3シグマなんてもってのほかだということにはなっております。で、今回それに対して2シグマを超えてきたということでね、これがなかなかいいサインなんじゃないか。よっぽどのことが起こってる。つまりここから上昇トレンドが起こるかもしれないよねっていう形なんです。ただですよ、勘が鋭い方はよーく見てくださいね。これね、楽天証券のマーケットスピードで見ると、あれ、超えてないじゃないということですね。なかなかここまで気がついてた方はなかなか鋭いなと思います。これ何が違うかというと、設定が違うんですね。真ん中の移動平均線、トレーディングビューの標準設定だと20日移動平均線になってます。ただ、楽天証券のマーケットスピードだとこれが25日の移動平均線になっています。一体どっちが正しいんだっていうふうに思うかもしれないんですが、この考案者であるジョン・A・ボリンジャーさんがですね、なんと来日をしたセミナーを開催した時にですね、僕はこの来日セミナーに行ったんですね。ボリンジャーバンドがすごくよく使っていて、で、ボリンジャーさんに会えるってなってもう興奮しすぎてですね、この来日セミナーではもう1時間前に行って、で、真ん中の席のもう一番前の席に陣取りまして、で、うんってひたすら、まあ、英語なんで何喋ってるかよく分からなかったんですけども、ひたすらうなずいていたということです。で、質問タイムがあったんで、多くパッて質問したんですけども、まさにこのことだったんですね。アメリカとかだとよく20日移動平均線使いますけど、日本だと25日移動平均線がメジャーでして、で、25日移動平均線が標準設定になっているものもあるけども、どっちがいいですかねみたいな、そんな質問をしたんですけども、ボリンジャーさんはこんな風に言ってました。重要な移動平均線を使うことが重要であり、何日であるかが重要なことではないと。で、多くの人が見ているならば、別にどちらも見た方がいいし、だから、まあ、25日でも20日でも間違ってることはないんだよって。で、みんなそれぞれ、いい見方をしちゃうから、だったら、ね、20日も見た方がいい。海外の目線でこっちも見た方がいいし、日本の目線でこっちも見た方がいいからねってことになります。で、今後確認したいことなんですが、だったら日本視点で見る25日設定のボリンジャーバンドでもちゃんとプラス2シグマを超えてくるっていうのがね、まあ、次条件としてはすごく重要なんだろうなってことです。で、あとはここからボリンジャーバンドのもう少し詳しい見方なんですけども、バンドウォークは発生するのかっていうところと、バンドウォークはいつまで続くのっていうところをぜひチェックしていただきたいかなと思います。ここからはね、トレーディングビューで続きを見ていきましょう。で、バンドウォークって何っていうことなんですが、バンドウォークっていうのは要はこのボリンジャーバンドにおいてトレンドが発生して、それがトレンドが継続していく過程の話なんですね。そこがこう発生している以上は、まだまだ持ってた方がいいよねっていうことになるので、まあ、その具合を見ていくということになります。で、今回結構ねいい形になったなというふうに思っているのが、このプラス2シグマを超えただけではなくてですね、スクイーズという準備段階、準備構成みたいなものが起こってるんですね。スクイーズっていうのはこのバンド幅が縮まっていくことです。まあ簡単に言えばボラティリティを見てるわけなので、ボラティリティが少なくなっていった、なんか今イメージで言うと揉み合いをしたみたいな感じですかね。上にも下にも行かずみたいな、そんな感じになったということです。で、そこからプラス2シグマをバンと超えてきたということですね。一旦この辺怪しかったんですけどもね、でもこの下げを止めて、で、こう上がってきたので、より強い、騙し下げからの上昇みたいな感じで、より強い感じなのかなというふうに思います。で、2シグマを超えたっていうのが、まあ一つのサインではあるんですが、今後見たいのが3番からですね。バンド幅が拡大していく。ボラティリティが高まって上昇トレンドが発生して、で、そうするとバンド幅が拡大し、で、このバンド幅に沿って動いていく、上がっていくことをバンドウォークと呼んでるので、まあ、そのバンドウォークが発生するのかっていうのをね、バンド幅の拡大が続いていくかどうかも一緒に確認をしていくっていうことになります。で、その後、まあ、いつまでもずっと上昇し続けるってことはないですから、プラス2シグマの向きに注目をしていただいて、それが下向きになっちゃったらちょっと上昇の勢い鈍っちゃったんだな、みたいなね。そんな感じで確認していただくのと、あとはですね、複合的に他のテクニカル仕様なんかも合わせるとよりベターなのかなと思います。下には今 MACD を出していますが、 MACD のこの白い線っていうのがね、 MACD 線と言いまして、これがゼロラインを超えるっていうのは、まあ、2つの移動平均線のゴールデンクロスを表してますから、すごくね、いいサインが重なってるんですね。なんで日経平均株価、まあ、テクニカル上はですけども、すごく期待のできるチャートになったんじゃないかなと思います。で、今後はバンド幅の拡大とプラス2シグマの向きに注目をしてみてください。ということで2の動画のまとめです。日本株が大幅に上昇した結果、ボリンジャーバンドで買いサインが発生しました。プラス2シグマを超えた、でも楽天証券では超えてない、設定上の問題であり、25日移動平均線でも超えるかは確認をしてくださいという話をまずしましたね。で、ボリンジャーバンドっていうのは移動平均線からの標準偏差を計算するものですよ。で、プラス2シグママイナス2シグマの間には 95% ぐらいで収まりますから、そこを超えるっていうのはね、まあ、よっぽどのことなんだということで、トレンド発生を示唆させるということになってます。で、
で、今後はバンド幅の拡大を確認しつつ、それに株価がついていくかっていうのをバンドウォークと言いますから、バンドウォークに注目。で、プラス2シグマが下向きになったら、モメンタムっていうのは勢いのことなんですけども、勢いが低下してきているので、まあ、少し売却を検討していくっていう、そんな感じになっていきます。では、ボリンジャーバンドと RSI を使いまして、もう少しね、違うの、MACD ではなく、ここを変えてみることで複合的に見ていきましょう。はい、まずは日経平均株価です。先ほどボリンジャーバンド見ていただいて、バンド幅がちゃんと拡大してるんですよね。これはいいことであり、そして RSI も50をね、一気に超えてきた。この辺もしっかりと超えてきたっていうことなので、まあ、50超えをきちっと維持できればですね、結構上昇にはなりやすいんじゃないかなというふうに思います。RSI もとてもいい感じですよね。トピックス見ていきましょう。トピックスもほぼ同じ位置にいますからね、バンド幅の拡大と、50以上を維持することっていうのはね、すごくいい形になるんじゃないでしょうか。現状の水準っていうのはね、この辺のものも抜いてますから、まあ、変わりすぎにいかないぐらいでこう50以上に推移していくとですね、バンドウォークも続いていく可能性も高まるんじゃないかなというふうに感じています。で、マザーズなんですけども、こちらはですね、ボリンジャーバンド云々というよりは1回、2回のダブルボトムを形成し、昨日の終値ではこの直近高値も超えてますから、しっかりとした2番底を形成したということになったと思っています。RSI が50ジャストですので、これもですね、上昇に弾みのつきやすいというか、強気の方というふうに見てもいいんじゃないでしょうか。すごくね、頼もしいサインが出たと思っています。一方、今日以降また動き始めるアメリカ市場ですが、まあ、これ RSI 50超え、そして、ボリンジャーバンドで見ると、この辺はマイナス2シグマのね、ちょっとバンドウォーク地区、動いていたようなところから、まあ、反転してきたということですね。なので、まあ、ひとまずはですね、2シグマを超えてくるかというところに注目をしていきたいと思います。S&P500 もそうですね。やっぱこの辺って2シグマ終わってますよね。で、この辺までは結構もうバンドウォーク、もうモメンタムがすごく強いっていう感じでしたが、まあ、ここで20日移動平均線で跳ね返されて、みたいなことから、だんだんこの勢いが鈍っていき、これ上向きに変わってから、2番底を形成して今上がってきたというところですね。改めて、プラス2シグマを超えたりとか、まあ、RSI 50超えてますから、まあ、ここを維持できるかっていうところに注目をしてみてください。ナサクもそうですかね。マイナス2シグマあたりからが、やっぱり割ってからちょっとね、こう勢いが強まったという形だと思います。RSI 50を超えてますので、こちらもね、同じくプラス2シグマにどれぐらい近づけるか注目をしていきたいと思います。ラッセルですね。ラッセルはですね、プラス2シグマに結構近いんですよね。RSI 50も超えてますから、まあ、2シグマ超えてトレンド転換をね、期待したいところかなというふうに思います。では今日の動画のまとめです。日本株上昇、週末アメリカ市場を受けということです。アメリカ株は急上ということでしたが、欧州市場は上昇しておりました。ボリンジャーバンドで2シグマ突破、上昇トレンドかということで確認していきました。で、25日移動平均線では設定上でまだプラス2シグマを超えてませんから、まあ、楽天証券でも他の証券会社でもいいし、トレーディングビューでも25日に設定変えてみてもいいと思うんですけども、そこでちゃんと超えてくるかどうかを確認しておいてください。で、あとは今後バンドウォークなるか、バンドウォークというのは今2シグマ超えてますから、バンド幅が拡大し、バンド幅が拡大した、その拡大に株価がついていくっていう状態ですね。ここちょっと確認をしておきましょう。まだやっぱ短期で騙しである可能性もちろんゼロではないですからね、確認をしていきたいと思います。で、上昇弱まるタイミングっていうのは、プラス2シグマの向きが下向きに変わっちゃった時っていうのは、一時的にモメンタムが弱まりますので、そこは注意をして見ていただければなと思います。かなり早めのサインになっています。で、日経平均株価続伸で25日設定でもプラス2シグマを超えるか、これ先ほど言ったところですね。ぜひご注目ください。で、マザーズにもダブルボトムが発生してますから、まあ市場の雰囲気は非常に悪くないということでございました。では今日もお知らせを入れさせてください。個別銘柄とことん分析するマガジン配信中です。こちらゲーム株を分析してまして、初月無料月額1000円となっておりますので、もしよろしければチェックしてみてください。よろしくお願いします。また、本ですね。1日5分の分析から月13万円稼ぐ Excel 株投資が累計 1.3 万部になっております。こちら書店購入キャンペーンを行っておりますので、もしよろしければこちらの記事の内容もご確認いただければと思います。よろしくお願いいたします。ということで今日はこんな感じで終わっていきましょう。今日まで長野県伊那市にいました。今日はですね、あいにくの雨ということで室内で撮影してましたよ。で、まだ家族も寝てますからね、風呂場、洗面所なんですけども、ちょっといつもと音響が違かったらすいません。はい、まあ、明日から、まあ、通常の環境に戻りますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタン、また明日以降もテクニカル分析やっていきますので、明日も聞いていただける方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた明日テクニカル分析でお会いしましょう。さよなら。